こんにちは、工場長です。今日は私の大好きなかぼちゃ団子を作りました。ハロウィンが近いのでお化けかぼちゃの形を意識しています。かぼちゃ団子は北海道のソウルフードらしいので馴染みのない人も多いかと思いますが、とっても美味しいのでぜひ食べてほしい一品です。他にもハロウィンに関する動画は料理系や DIY、メイクなどいろいろ上げているので、そちらの方もチェックしてくれると嬉しいです。そして最新の動画を見逃さないようチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。それでは作っていきます。まずかぼちゃを4分の1用意して皮を剥いていきます。手を切らないよう気をつけてください。あー、うずこらこらこら、かぼちゃの皮だよ。皮が剥けたら熱が通りやすいよう適当な大きさに切っていきます。切ったかぼちゃを耐熱容器に移してラップをかけ、電子レンジ600ワットで5分加熱します。加熱が終わったらかぼちゃに竹串を刺して熱が通っているか確認します。竹串がスーッと刺されば大丈夫です。かぼちゃを潰していきます。全体的に潰したら生クリーム大さじ2杯を入れて混ぜ合わせます。生クリームは入れなくてもいいですが、入れた方がコクが出て美味しいです。だいたい混ざったら次は片栗粉大さじ3杯入れて、粉っぽさがなくなるまでしっかりと混ぜていきます。混ぜ終わったら形を作ります。大体の家庭はハンバーグみたいな楕円形だったり丸だったりしますが、今回はハロウィンが近いのでお化けかぼちゃの形にしていきました。かぼちゃのヘタ部分を作って、ヘタの両サイドを上に持ち上げる感じで整えて、こんな感じでお化けかぼちゃ、これをいくつか作ります。厚紙で作った三角の型を目の部分に押し当ててくり抜きます。これでお化けかぼちゃ感が増したかと思います。形ができたら焼いていきます。フライパンにバター 25g 引いて、さっき作ったお化けかぼちゃを並べます。中火で焦げ目がつくまで焼いていきます。たまにフライパンを動かしてバターとなじむようにしてあげます。焦げ目がついているのを確認してひっくり返したら、蓋をして弱火で2分ほど焼いていきます。そして最後に砂糖大さじ3をフライパンの空いている部分に振りかけ、その上に醤油を大さじ2杯かけてかぼちゃに絡ませます。これでお皿に盛ればかぼちゃ団子の完成です。うん、美味しい美味しい。うん、いつもかわいい。しょっぱくなっちゃうよ。取んなきゃいけないんだもん。かけといたら。はい、っていう感じで今回はかぼちゃ団子の作り方をご紹介してみました。東京来てからかぼちゃ団子をめっきり見ることがなくなって、で調べてみたら北海道特有のものみたいだそうです。であと芋餅っていうのもあって、で今回のかぼちゃ団子のかぼちゃをじゃがいもに変えるだけなんですけど、それも東京来てからめっきり見なくなったなと思います。北海道のお祭りとかではよく芋餅って売ってるんだけど、でもこっちのお祭りだと揚げ芋が多く見られて、でも私北海道で揚げ芋ってあんまり見たことがなくって、なんか微妙な文化の違いを感じております。で本当にね、かぼちゃ団子美味しいので、わかんない、北海道の人の味覚って多分ちょっとずれてるのかもしれないんですけど、でも私にとってはすごく美味しいので、ぜひ冷蔵庫にかぼちゃ余っていたら試してみてください。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。今日はこれで終わります。バイバーイ。